おでは始まりました、森哲ちゃんです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、河合塾のトップ講師であります成川先生をお越しいただきました。はい、ありがとうございます。こんにちは皆さん。これね、どういうきっかけかわからないんですけど、僕と先生って会った回数で言ったら片手ぐらい、ね、そうですね、ですよね。で、僕の知り合いが実はこの森哲チャンネルすごく好きで、でその知り合いから成川先生知ってますかって聞かれて、それでいや知らないけどって言って、どっか旅先かどっかで見たのが初めてで、はいはい、あ、こんなんやってるんだって言って思った数日後に、はい、先生と河合塾でお会いして、 で冗談半分で、で僕呼ばれてないんですけどとかって言ったのがきっかけで今日ここにいるんですけど、そうですね、まあ、本当にあれですよね、校舎で講習とかでしか会わなかった。そうですね、そうですね、普段レギュラーでは会わなかったですね。会わなかったですよね。で会議とかで何回か隣、うん、2回ですね、それでも。そうですね、2回ですよね。隣とも隣になったこと1回ありましたよね。なんか保護したんで、1回、そうですね、はい、1回向かいと隣ですね、うんうんうん、覚えてますね。いやもうだって僕は学生時代から知ってますから、もうおわーみたいな、うん、に見てましたから僕だって、ね、これまずいな、はい、まずいやつですね。いや本当に、いや僕が学生時代から、はい、やっぱりなんですか、この2000年代入って、うんうんうん、こうトップまでこう行くっていう人は多分他にいないので、いや僕はもう勝手にあの最後のカリスマって呼んでるんですけど、いやいやいや、まあ、怒られますか、他の先生に怒られますか。だからそうですね、他のいわゆるすごい先生たちみんな昔からいる人じゃないですか、うんうんうん、やっぱり成川先生だけが多分2000年代。そうね、僕が河合塾の講師になったのがちょうど2000年ジャストぐらいなんですよ。そうなんですね、じゃあもうすごく早く見たなので、だから僕からすると90年代後半にいた先生って、はいはい、予備校の黄金期みたいな、はいはい、そうですね、ザ予備校講師みたいな、そうですね、そうなりますね、うん、というスタイルではもう2000年代の講師はなくなってきてるのかな、はいはいはい、とも思ってますよね。なんかすごいじゃないですか、うん、どう上がってったんですか、どこまで話せる範囲ですか。いやでも手探りですよ、あ、そうやっぱり、でやっぱ憧れてその往年期の予備校講師見てたので、すごいなしか出てこなくて、で僕そもそもていうか先生そもそも、はい、英語は学生の頃は得意でしたか。あ、まあ、まあまあまあ高校までは、うん、普通ですね、そこまで得意じゃないです、うん、この大学受験で勉強して、うん、で大学入ってからですね。なるほど、僕興味あったのが日本史だけで、すごいですね。で日本史の先生になろうと思い、あ、そうだ、ね、結構史学科を目指してたんですよ、はいはいはい、うん、でも受からずに、はいはい、受かったのが英文科だけで、あ、そうだったんですね。なんかすごく不純な動機で英語が始まり、はい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 、でそれから英語好きになってったんですけど、だからすごく学生時代は苦手というか、得意なことは一回もない感じだったんで、はいはいはい、そういうなんか生徒の気持ちはちょっとわかる。なるほど、うん、だからそこの層をなんとか引き上げられないかなっていう一心でやり、でそんな中でね、なんかちょっと誰か覚えてないんですけど、なんか名刺を作ったんですよ自分の、はい、当時、はい、2000年代前半に、ただね成川くんね、そんな名刺なんかダメなんだよって言われて、講師はやっぱね著書、あ、うん、これが名刺なんだよって言われ、かっこいいな、そういうこと言っちゃうんだみたいな、もういい。で、じゃあ本を書こうかと。で、当時下積みで、言っちゃった。B ですよね。はいはい。の、なんとかゼミっていうやつの執筆をずっと3年ぐらいですかね、やってて。SK ゼミですか。そうですね。総計外国ゼミ。そうですね。をやり、そんな中で、今のこの学研の社長さんだ、当時、副社長さんぐらいですかね、の目にその記事が止まったようで、そうなんですね。で、なんか書いてみないかって話になり、で、まあ、これの前作のものを書いたのが2006、7年とかぐらいですかね。だからまあ名刺は作れたかなって思い、うん、ただ、今こういう、まあ、僕の本っていろいろあってすごく分厚いやつ、ね、そうですね、これすごい、この辞書かっていうやつとか、そのまあ中間とか、まあ、ライトなやつとかですね、薄いやつとか、まあ、合わせたらすごい分量なんですけど、すごいですよね、本当に。
なんていうのかな、僕嫌いだったので英語が、はい、なので嫌いな人でも読めるようなものとか、うん、いうこの軽いやつですね、はいはいはい、うん、とかもう書いてたんですけど、はい、やっぱりこう、なんていうんですかね、中途半端じゃなくて出し切った感をやってみたいっていう、はあ、まあ、だから多分この本のこの薄さと、はいはい、多分この本のこの厚さがちょっとすごくギャップになってて、ね、もうもしかしたら今のスタイルだと出ないような問題も含めて一旦全部出してみたいっていうのがあって、まあ、書いたんですけど、なんかどうしてもこう本ってキャッチコピーみたいな、はいはいはい、この先生の本ってこれみたいな、そうですね、ありますよね、トイック何点とか、はいはいはい、でそれがなんか僕の時は、まあ、英語が嫌いだった生徒を好きにしていくっていうコンセプトが、うんうんうん、なんかね丸暗記をしないっていうコンセプトだったんですよ、はいはいはい、うん、確かに今の英語の世界もこう唱えて言ってとにかく覚え込んでいくっていうスタイルと、うん、いや暗記はもう非なんだダメなんだっていうスタイルが結構二分化してるように思うんですけど、本当は真ん中行きたかったんですよ。なるほど、なるほど、うん、ある程度前置詞のコアって分かった方がいいと思うけれど、でもそこから先は暗記しなくちゃいけないものも絶対出てくるから、うん、っていうコンセプトを伝えたかったんですけど、それだと売れないって言われて、なるほどこれはありますね、はい、でも出版されてるんで、はい、この辺の苦しみというか、はい、分かりますね、はい、うん、そういうなんか中途半端なやつはダメなんだよねみたいな、あ、はいはいはい、うん、どっちかに振ってもらわないとダメなんだよねみたいな、エッジ聞かせてくださいみたいな話になって、はいはいはい、それなんかこういう両極端なものが、なるほど、結構2つの結構出来上がってるっていうことなので、まあ本当はなんかどっちも必要なんだよってことをすごく言いたいなっていうのがあります。きっと多くの人に届いてくれると少しこれは言っときたいです、はい、なんか全然暗記は全部ダメなんですっていうつもりは一切ないんですよ、はい、そうだったんですね、はい、だからこれ本でこの本でドンといった感じなんですか、どうですか、うん、そうです、でもやっぱり本を出したことによって、うん、知ってくれる人は増えました。なるほど、うん、あと本を読んで河合塾に、興味持ってきたとかいう人もいるので、まあ書いてよかったなっていう、もちろんただ世に物を出すっていうのは賛否が絶対出てくるんで、そうですね、怖い部分ありますよね、ありますね、はい、もうひたすらレビューになんか違うこと書かれるとかいうのも含めて勉強だとは思うんで、はい、それの勇気がなかったら出さない方がいいと思って、うんうんうん、それはまあ恐れることなく、なるほど、うん、いやこれもどこの書店にでもあるものになったじゃないですか、うん、そうですね、まあ毎年ねこう版を重ねていって手に取ってくれる人がいるのは本当ありがたいなと。すごいですね、はい、そこでこうあれですか、授業のやっぱ受講者数とかも変わっていった感じですか。そうですね、変わりましたね、やっぱり、うん、結構授業は試行錯誤をしてきたので、はいはいはい、なんかこうゆっくり教えればいい、はいはい、丁寧にやれば、はいはい、テキストが終わらなくてもいいとか、はいはい、昔の駆け出しの頃、はい、今3校なのにまだ2校の頭やってますみたいないうこととかもあったんですけど、今は90分なら90分の時間で、1校なら1校分が過不足なく終わる、なるほど、うん、っていうのをちょっと目標にしていて、絶対伸びないし延長もしない、はい、ただ90分のことはちゃんと90分で1校分全部と問題も飛ばさずに伝えるという、はあはあ、なるほど、うん、いう風にしていくのがいいな、うん、なるほど。それで絵本が2006ぐらいですね、書き始めたのが2004ぐらいなんですけど、2006、2007ぐらいで出始めて、で2010年ぐらいに少し認知と本の認知度がね、だんだん上がってきたんですけど、やっぱり前の2作がちょっと、分冊になってて半端だったんで、はいはい、で1冊にしようかって言って、まあこういうちょっとライトなものを書き出し、はいはい、苦手な人用とか、あと割とこう、なんですかね、割と入ってるもの、うんうん、と、そのまあ、まさにアウトプットができる問題集っていうのを、まあ、書く、これがとにかく大変というか、なるほど、まあ、これだけ書くっていうの、まあ、自分も本書く人間なんで、はい、相当大変ですよね。いや、相当大変でしたね。この量が。いや、もうちょっとこれは、半端ないですね。半端なかったですね。ストックをしていってたんですけど、問題の。やっぱりなんか被ってたりとか、問題集を重複するとやっぱ使いたくなくなったりとか、なるほど、なかなか絵も結構ありますね。絵は下手なんでイラストレーターの方にお願いをし、はいはい、こんな形でお願いしますみたいな、なるほど、いう感じですよ。
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.